嗨，皆さんこんにちは。大家好，欢迎回到我的频道。今日は皆さんに日本の漫画アニメのタイトルについてご紹介します。今日本で一番人気がある漫画アニメといえばこれです。皆さんご存知ですか？这个用日怎么说呢？大家知道吗？是鬼滅の刃。鬼滅の刃。まあ名前はちょっと似てますよね。ほとんど漢字は同じです。発音は鬼滅の刃。このように日本語と中国語タイトルで漢字がほとんど同じものもあります。でも大部分のタイトルは全然違います。例えば日本語はカタカナの名前、中国語は漢字の名前、このような例が結構あるので、今日はクイズ形式でご紹介したいと思います。それではまず最初第1問、このタイトルは日本語で何というでしょう。答えはドラえもん。ドラえもん。ほとんど同じですね。ドラえもん。用日叫ドラえもん。ドラえもん。では、これはどうでしょう。これも懐かしいアニメですね。日本語では、ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃん。全然違う感じですよね。ちびまる子ちゃんと言います。では、これはどうでしょう。灌篮高手。日本語のタイトルは、スラムダンク。スラムダンク。那么、下一个、继续。このタイトル、日本語で何と言うでしょう。日本語では、ナルト。ナルト。アルファベットで書きます。ナルト。では、続いて、これは日本語で何と言うでしょう。中国語の意味は、海賊王ですよね。主人公が目指す、その目標が中国語のタイトルになっています。日本語のタイトルは、このようになります。ワンピース。ワンピース。アルファベットでこのように書きます。ワンピース。では、これは日本語で何と言うでしょう。ポケットモンスター。ポケットモンスター。カタカナで書きます。ポケットモンスター。では、これはどうでしょう。中国語のこの名前をそのまま外来語表記すれば日本語のタイトルになります。日本語のタイトルは、デスノート。スワン、デスと、笔記、ノートの英語ですね。それをカタカナで書くと、デスノート。デスノートと言います。では、これはどうでしょう。ロンジュー。これも懐かしいアニメですね。これもそのままカタカナ表記すれば OK です。ドラゴンボール。ドラゴンボール。ロンの英語はドラゴンなので、カタカナではドラゴンと書きます。そして、ロンジュー、ジュー。英語ではボールですね。それをカタカナで書くと、ボールで合わせてドラゴンボール。ドラゴンボール。では、続いて、これはどうでしょう。蜡笔小新。蜡笔は日本語でクレヨンです。では、小新、この部分はどうなるでしょう。正解は、こちら。クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん。小新、この部分がしんちゃんになります。クレヨンしんちゃん。では、続いて、これはどうでしょう。中国語のタイトルはね、結構短くなってますよね。日本語のタイトルはもうちょっと長くなります。知ってる人いますか？答えは、千と千尋の神隠し。長いですよね。千と千尋の神隠しです。では、最後。これは何と言うでしょう。最初の部分は多分簡単です。漢字はね、同じです。後ろの部分、ガオダー、この部分が日本語で何というかちょっと難しいかもしれません。正解は、機動戦士ガンダム。ガオダー、この部分がガンダムになります。ガンダム。ちなみに東京のお台場に実物大のガンダムがありますね。見たことある人いますか？好，那么今天的视频到此结束。如果你喜欢我的视频的话，请订阅、点赞、留言吧。我有还有更多教日的，还有日本相关的视频。那么下一个影片见吧，拜拜，再见。